アランことアラン・マルケス・ローレイロは、ブラジル・リオデジャネイロ州リオデジャネイロ出身のサッカー選手。イングランド・プレミアリーグのエバートン FC 所属。ブラジル代表。ポジションはミッドフィールダー。母国ブラジルのマドレーラ EC のユースチームにて育つ。その後、レンタル移籍をした CR ・バスコダガマにて、プロデビュー。2011年にはコパド・ブラジル優勝も経験した。2011年。 フィファ U-20 ワールドカップに臨む U-20 ブラジル代表に選出され優勝を経験。2012年、セリエウディネーゼカルチョへ移籍。2015年まで3期連続で30試合以上に出場していた。2012から2013シーズンは欧州5大リーグで最も多くのタックル成功数を記録し、2014から15シーズンには、 セリエ A 最多となる127回のタックルを成功させた。2015年7月21日、SSC ナポリへ移籍。1200万ユーロの移籍金に加えドゥバンサパタとのトレードでの移籍となった。2020年9月5日、エバートン FC と2023年6月までの契約を結んだことが発表された。 2018FIFA ワールドカップでのブラジル代表から落選したアランは大会終了後にイタリア国籍を取得したこともありイタリア代表入りを目指すものと思われていたがジョルジーニョの二の舞いを避けたかった代表監督父はアランにブラジル代表に招集することを約束2018年10月26日11月の親善試合に向けた代表に向けたブラジル代表に 初招集。コパアメリカ2019にも招集され、4試合に出場、優勝に貢献した、国際 A マッチ8試合で得点。ありがとうございます。